好きだって聞かれるとそうでもない気もするけど制服が目に入るとやっぱり今日は行かなくていいや。私は男性ですが女性の体を持って生まれました。この子の苦しみが原因がはっきり分かった、これで解決法が見つけられると思って、次はやっぱ性別、そうですね、変えたいですか。変えたいですね。膨らんだ胸ってのはどういう存在なのか意識しないから分かんないです。今自分はマイナスにいるからプラスに行くにはまずゼロに戻らなきゃいけないなと。シャワー浴びる時とかって嫌でも自分の裸が見えるわけだから、なんかこれ違うよな、おかしいよな。 Sometimes I feel like I gather all jealousies on the earth. Sometimes I feel like 自分の気持ちは誰にも言えないし、だから諦めの人生だったんです。どんどん宣伝は今はどっちでもない感じで生きてる。この枠組みの中の人は価値がある人ねみたいにしちゃうと、絶対その枠組みから漏れる人が出るんだよね。今めっちゃ幸せです僕が性別ゼロに戻るとき、空とこの身の9年間